クアウテモク・ブランコ・ブラボは、メキシコ・メキシコシティ出身の元サッカー選手、政治家。現役時代のポジションは FW。2018年現在、同国モレロス州知事。アステカ最後の王のクアウテモックにちなんで名付けられた。1992年に、クラブアメリカで、プロデビュー。1995年2月1日には、メキシコ代表デビューを果たす。 1998年のワールドカップにも出場し、韓国戦ではカニバサミを披露した。ベルギー戦では、得点を挙げ、メキシコ代表をベスト16に導く。2000年、レアル・バリアドリードに移籍するが、膝の故障で長期にわたって、戦線離脱。2002ワールドカップ予選で窮地に立たされた、メキシコ代表だったが、終盤に、ブランコが復帰して、 母国を救った。2007年、MLS のシカゴファイアーに移籍した。2010ワールドカップ予選で、再び窮地に陥ったメキシコ代表だったが、またしても、最終予選途中から、ブランコが復帰して、母国を救った。2015年4月21日、現役を引退し、6月7日に行われた、モレーロス州、クエルナバカ市の市長選挙に当選した。 2016年3月、現役に復帰し、最後の一試合をプレーした。2018年7月にモレロス州知事選挙にて、当選し、同年10月1日に就任。ありがとうございます。